大家本、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年、ちょっと日本語のおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。では早速行ってみましょう。本日8月1日月曜日です。現在時刻6時23分です。本日最高気温35度、最低気温27度で晴れですね。降水確率は 20% 程度なので、まあ、傘は必要ないかなと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は6224名でした。うち NAT テストにて判明したのが1750人、 RAT テストにて判明したのが2884名、 PCR 検査にて判明したのが1590名でした。国外からの入国者で感染していたのは160名です。死者は1名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了したのが676万8000飛んで66人、人口の 93% です。2度目のワクチン接種完了したのが651万6770人、人口の 89.5% です。3度目のワクチン接種完了して3度目のワクチン接種完了しているのが458万6924人、人口の 67.2% です。4度目のワクチン接種完了しているのが20万トンで6086人、香港の人口は750万人程度です。本日もビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時27分です。ビットコインの価格は23,445.50でした。さあ本日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。まずですね、ミラーの事件、先週末にね話したミラーの事件がですね、今日で3日目になりますということでね、3日経ってですね、まず下敷きになったダンサーさんは、まだですね ICU の中にいるみたいで、まあかなりね、まあ、生きてるのがね不思議なぐらいの感じの、状況だったので、見たニュースではねもっと怖いことが書いてあって、なんかすぐにでも、体にね、ネジとかビスを使って、調整をしていかないといけないみたいな、まあ、それぐらい重要、重症みたいですね。早くね元気になってくれることをね、ちょっと祈ってますということで、まあそれでですね、いろんなところに責任問題の所在とかですね、まあ、いろいろとこう話が出てるんですけど、まあね、まず裏方、要はそういったギミックを作成しているところからすると、今回は調整する時間も足りないし製造する時間も足りなかったというようなねことをね言ってるんですけど、まあその言い訳ってね香港あるあるだなって思うんですよね。いや、そのなんていうかな、足りないなら足りないってねしっかりと言ってくれればいいんだけど、足りないかもしれないけど頑張るよって言った挙句、足りませんでしたって、でしかもね実際に稼働してから、いや足りないかもしれないって最初に言ったよねみたいなことをね後から言ってくるってね、そういうパターンがあるんで、まあそうですね、そこを考えるとねちょっと香港あるあるだなって思う反面ですね、香港ってコンサートかなりいろんな芸能人来てやってるし、結構ね派手なこともいろんなその特殊なギミック機械とかねやってるんで、今回のミラーのコンサート、まあ、パッと見ましたけどね、そんな特殊なことやってないしね、単純に経験の豊富な人がいなくなって経験不足な人が担当したんじゃないかってね、で自分はできるって思い込んだ、まあそういう人だったっていう、そういうパターンじゃないかなってすごい感じさせる、そんな感じの言い訳でした。ビューティービー側にね立つつもりも全くないんで、ビューティービーはまあねその今回のダンサーの人のねサポートにねしっかり力を入れてくれれば、なんていうのかな、いいかなとは思います。まあ多分ね本当一生暮らしていけるぐらいね、償わないといけない、まあ、そんな事故だったなと、私は思います。ということで、続きましてですね、次はね変なニュースなんですけどいやネット上にね警察官がね、ホテルのね休憩室でねなんか拳銃とかもねその辺に置いてね、休憩してるというか寝てるっていう、アイマスクまで持参して寝てたっていうねそういうのがニュースに上がってました。
どうなんだろう、これね、僕、想像ですよ、もうあくまでも僕の勝手な想像なんですけど、昔からこういう警察いたと思うんですよ。でもね、昔の警察は支持率が違う。今の警察は支持されてないから、昔は許されたことが今許されてないっていうのがね、結構増えてるんじゃないかなって、いや、それはね、最近ちょっと思うようになりました。まあ私はかなりアンチ香港警察なので 香港警察ね、ろくな奴らじゃねえって思ってるんで、ちょっと突っ込み気味にいつも責めるんですけど、まあ今回の休憩室で、警察、要はまあ拳銃とかもね、その人が入れるような環境、要はで腰から外してですよ そこら辺に置いてしまってるっていうのがね、まあこれ絶対に昔からあって、で先輩から受け継がれた、何て言うんですかね、休憩所だと思うんですよね いや、まあそういうこともあってですね、まあ、それが今警察署にね、行き渡ったので、その先輩から代々受け継がれてきたであろう、私が勝手に想像している休憩室は、今後はその警察の休憩室じゃなくなってしまったのかなと思います。さあ、今日のね、個人的なニュースっていうか、個人的なニュースってほどのものじゃないんですけど、いや、このプリン見たことありますか？ ロゴこんな感じのやつね。はい。で、このプリンがどうしたのかっていうと、まあ、このプリンね、うちの奥さんが時々買ってくるんですよ。で、私もね、クアイフォン駅付近にね、あるんでね、前回一緒に行ってみたんですけど、まあ、コーゼーベイにもあるみたいで、で、うちの妻はコーゼーベイでよく買ってきてくれるんですね。で、食べるんですけど、すっごいうまいんですよ。プリンとスポンジケーキで、で、プリンもね、すごくこう、なんていう、特殊な味でですね、まあ、オリジナルなプリンもね、あったんで、オリジナルのプリン結構ずっと気に入って食べてたんですけど、いやー、ほんとね、美味しい。いやー、ここのね、プリンはね、ぜひ、一度試してほしいな。もしかしたら前にね、同じこと言ってるかもしれない。私もね、もうちょっとこれ話したかどうかの記憶が定かじゃないんで、話しちゃいましたけど、ぜひこのプリン食べてみてください。概要欄の方にね、オープンライスのコーゼーベイ店と、コアイフォン店のですね、コアイ品かな？コアイフォンかな？店の情報載せとくので、ぜひ近くにいる方はね、一度行ってみるのもいいのではないかなと思います。ということで、ここまで来てしまったので、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。それでは皆さん、良い一日を過ごしください。チョイキンまたね。バイバーイ。